ちゃう前に。さあちょっとね、さあちょっとね、まあ、いろいろありますよね。いろいろ整えるからちょっと、うんね、7分カメラでちょっと繋いでおいてください。はい、了解です。配置どうしましょうかね。グッサン、あのね、そのマイクちょっと消毒するからちょっと待って。なるほどですね。そうだな、話そうだな、そうだな、なんかね、話そうと思ってきたんだけどな、なんだったかな。あ、そっか、めぐちゃんがいるじゃない。はい、なんでも私に任せたら話がつながると思ってんの。え、そういう時用のめぐちゃんだろ。そういう時の私だよ。みんなこんばんは。こんばんは。なんか話題をくれよ、めぐちゃん。なんかさ、はい、結構私もこの曲大好きで、うん、最近、あ、確かにそうだなって思うこともあるんですけど、うんうんうん、変な声が途中で入ってた気が。あ、それはもしかしたらね、ごめん、私がスカイプだからちょっと幻聴がね、聞こえただけかもしれない。サカイベースの妖精の声かもしれない。幻聴かな。入ってない入ってない、何も入ってない。でも、あ、本当に、うん、なんかすいません的なニュアンスは聞こえた気がするな。何も入ってなかった。そうねえ、ごめんねって。歌で謝った後になんか、すみません。待って。待って。まあ、アーカイブでね。やっぱいい曲でふざけるのはいかがなものかと私は思いまして。しょうがない。でも真面目にふざけてるから。これは誰が謝るべきだと思う？あ？真面目にふざけてるから大丈夫ですよね。大丈夫だよ。え、真面目に不真面目でしょ？うん。大丈夫でしょ？そうよ、ね、せっかくのいい曲を。そうよ、うん、え、グッサンはさ、まあ、今までそのあれじゃないですか、うん、数える程度の5人数がいらっしゃいますけれども、うん、数える程度だね、本当に。片手以内で収まってる。別れなきゃよかったなって思ったことなどはございますか？ないっす。あ、終わりです。ありがとうございました。男らしいな。ないよ。だって2個しかねえし、2個しかねえし、1個振られてるし。おぼし、まあ、サソリが威嚇してくる。気合と根性、せい。あ、捕まえた。お、ブツブツの森。やだ、なんか生まれ変わったら羊になりたいんですよね。そうなの。あ、言ってた、なんか聞いてた、聞いた聞いた。羊好きなの。あ、全然関係ないけど、そう。生まれ変わったらね、どうした、なんだろう、なんでもいいや。今日さ、はい、絵しりとりめっちゃうまくいったよね。ああ、そうグッサンと絵しりとりしてて、そう、絵しりとりしてたの今日。え、私もやりたかった、ね、いいね、絵でしりとりをしたってこと。いい、そうです、絵でしりとりしました。絵しりとり、はい、あれ楽しいっすよね。ね、ちょうどディスタンスも保ちながらできたし、そう、ああ、そういう系はね、もちろんありますよね。楽しいな。そう、え、今度やろうよ、私とも。やろう、やろう、ぴったりね。それじゃあ配信してフリップ持ちながらみんなで。ああ、これ面白いんじゃないですか。言ってしまっても私やっぱこのね、ベースの公認キャラクターのベース君の作者ですから。そうね。うんうんうん。入ってる。あ、詳しくは通販サイトでご覧ください。はいはいはい。はいはいはい、入ってます。あ、コンサーさんが切ないですって。切ないですね、曲がね。ね、切ない曲が。そう、最初はただのなんかその彼氏の、まあ、彼氏じゃない、元彼のね、愚痴の曲かなって思ったら、うん、ね、2番目ですごい焦がれる曲、ね、様子が変わってくるよね、完全に引きずってるよね。いい曲。お、そろそろ私もお別れする時間が。お、やってまいりました。そうかもしれない、もしかしたら。あら、
ちょっと今いろいろと、うん、準備中です。準備中なのでごめんなさい。俺何の話しようと思ったのか忘れちゃったよ。あ、さっきあのお手洗い行った時に鏡見て気づいたんだけど、うん、このアウターのパーカーが、アウターパーカーがのフードのとこが、はいはいはい、あの服の中に入りっぱなしで着てて、おあ恥ずかしくて死んじゃそうになりました。そうそう、生きて見して見してじゃない、生きてだよ。あパーカーが入ってるところを見せて何が起こるんですか。ええ生きて生きて、死んじゃって言わなかった。んそう、恥ずかしくて死んじゃそうだったってでしょ。そうそう、でしょ、行きます、だから生きてって。生きろ、その他は美しい。お、もののけたちだけ張り詰めた弓を、めっちゃリバーブいい感じやそれっぽくなる。グさん、ジブリで一番好きなのは何？ジブリで一番好きなの、俺、なんだろう。昨日のジブリ話ですね、そういえば。一番？一番かな。メグちゃん、セットシールでしょ。うん、もののけ姫好きだ。もののけ姫か、あのなんか足高が村の女の人の手伝いしてキャッキャしだすのいいですよ。あそこあそこ切り取っちゃう。そこのもののけ姫なんか、うーん、なんかグロいじゃないですか。あのまあ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 、獅子神様トラウマなんですよね。首が飛んでデータロボッチないです。そうね、あれ怖い、うん、飛ぶね。ちなみに僕はあれが好き、ゲド戦記。ゲド戦記、ゲド戦記、ゲド戦記、ゲド戦記が好き。なんかあのコアなところに行くね。そう、対宮崎駿に対する息子の心情がもろもろに出てて面白いと思う。あれ、そういうあれだよね、心を何に例えよってやつだよね。あ、そうそうそう、あ、そうそうそう、ちょっとごめんなさい、変なところで盛り上がっちゃいましたで、あの、うん、心理学の僕勉強してたんですけども、そう、そうなんですよ、心理専攻してて、あの心理学の題材で扱われるのが大体千と千尋なんですよ。あれ、あ、言ってたね。そうで、千尋ちゃんの成長物語だから、モラトリアムの話でしょ。そう、少年期の心情の変化が分かるんだよって、はいはい、こう上司の扉もノックできなかった千尋が職場に馴染んでみたいな、あれがいろいろあるんだよっていうので、あ、すっげえ面白いと思って、うん、だからジブリだとトトロとかも割とそういう感じらしくて。トトロ、なんだっけ、メイと、メイと千尋じゃねえ、サツキか、そう、サツキとメイのなんか、なんて言うんだろう、メイちゃんがまんま子供でとか。あの一番わかりやすいのが、真っ黒クロスケ出るじゃないですか。で、あれって結構なんか妖怪的なものとして、なんか、え、怖くないみたいになるじゃないですか、うんうんうん、で、あの恐怖に直面した時に娘二人はビビるんだけど、お父さんが笑って逆を出してごまかすっていうのは大人のストレス反応みたいなやつでやってて、ねー、わはははって笑って、で、娘もそこに乗っかって乗り切るっていうのはすごい家族的になんか乗り越え方がいいよみたいなやつ見て、へーって。で、まこちゃんがセンター。なるほどね。スズメちゃんが、ほほう、興味深いです、だって。そう、なんかジブリは結構、心情描写が多いんですよね、意外と。興味深いってことは、実に面白い。実に面白い。はい、それでは、前列カメラ、行きましょうか。前列カメラです、イエーイ。マコさん、ユージンさん。やったー。よかったー。よかった。やったー。スローマーの。ね、やったーやったー、すごいよ、突然お邪魔してます。やったもう、え、今日どこで飲んでたんですか。近くの焼き鳥屋さんで、 8時までの、8時までの営業なんですね。で、お酒ラストオーダー7時で、最後ギリギリいっぱい頼んで、ね、オーダーの時に 4杯ぐらい頼んで帰ってきて、いい気分になって、はい、気づいたらタクシーに乗ってここに来てましたいい感じでやってるな。今日あれですよ、まあ、一人、ね、うちの息子いるんで、うん、ねー、初めまして、どうも初めまして、めっちゃかっこいい。え、初めましてですか。初めましてかな。初めまして、徳松さん、徳松さん、多分初めまして。周年の時もいなかったかな。はいはい、ネグちゃん、これあれじゃない、私とヨウくん今日休みじゃないですか、うん、
代わりに22歳おバカ組から間違えた。なるほどね、前列がエヘと大人な そ, うそうね、2人がそうか、そうか、あのヨウ君とメグちゃんのポジションに2人がいるってあ、そうか、メグちゃんここなんだ、お邪魔してます僕メグちゃんポジション、しかもね、男女逆になってるっていうねメグちゃんいつもここに案外2人割とね、あのユージンさん女性的なとこだったりね、マコさん男性的なとこだったりなるほどなるほどはって言っちゃいかん、間違いないだからあれですよ、あのこっちにあのうちの息子いるんで、あのもうあのなんか作れって言ったら多分作るし、であとあのそっちからのマイクでもトークも参加してくるっていうほど、ね、そこにはマイク、トークからトークに参加します。おい、何カメラから出てる、超喋ってくるじゃん、来たね、気温が下がったよ今、おいおいおい、さあ楽しくなってきました、ね、楽しくなってきたな、じゃあ、何からとりあえず、じゃあとりあえず駆けつけフローモアがあるかな、そうですね、どうしようか、じゃあ何しますか、そう、駆けつけフローモア、まず駆けつけフローモア、僕そっちであの PA の方、じゃあみんな好きなように入ってもらって、あ、ありがとうございます、じゃあ駆けつけ フローモア、私リスナーとしてみたいんで、あ、そうね、じゃあめぐちゃん、ありがとうございました、ありがとうございました、また来週、また来週、お会いしましょう、ありがとうございました、めぐちゃん、めぐちゃん、めぐちゃん、おやすみ、お、そうかそうか、そうなると BG が流れるのね、え、うん、オリジナルです、オリジナルです、いいんじゃない、別にオリ適当に歌えば、高松さん焼き鳥だったら何が好きです、砂肝、砂肝、あ、砂肝、あ、砂肝大好きです僕も、だってほらたまに僕食べてるでしょ今日、食べてますね、本当だ本当だ、そうだ、あれなんか食感が本当に砂じゃないですか、あとラララララ、なんかそう、ジョキジョキしません、なんかあのあれがジャキジャキする、歯触りが、あとあの塩っぽい感じだと、お、そう、だからあの僕ちょっと PA もつきたいし、めぐちゃんぼんじりね、油が乗ってていいね、でもおじさんもうね、あのくどいからね、最近好きな、いや、まだ早いだろいやでもほんと油がダメになってきちゃって、好きな焼き鳥が今までネギマだったんですけど、あのネギマね、しそつくねになっちゃいました、あでもネギマ食べれるのってやっぱ若い時みたいな、ネギマいくらでも、若い時はネギマいくらでもいけたけど、ちょっと脂っこくなってきた、そうそうなんですよ、もうつくねが最高いや同い年って確かに確かにもうちょっとジャンキーな生活をしすぎちゃってね、はいはい、野菜が大好きになっちゃった、うん、いいこと、まあ確かにね、うん、今日昼間あの買い物行ってたんだよね、どこ買い物、カインズ、カインズホームで、うん、で、それであのお弁当買ってくると、はい、ホットモットだっけ、ほかほか弁当じゃなくて、ほかほかって言ってなくて、ホットモット、ホットモット、そうそう、ホモ弁、ホモ弁ホモ弁ってで、それでチキン南蛮を頼もうと思ったんですけど、はい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 、そしたらで、僕うちで仕事してて、はい、で電話かかってきて、はい、ネットでメニュー見て、はい、何するって言われて、はい、あのね、チキン南蛮プラスベジ、サラダ付きのやつ、おう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 、やっぱね、サラダないとお肉食べれないですよ、あ、そういうことですか、そうそう、昔はもういくらでもいけたけどね、とんかつ、串カツのキャベツは欠かせない感じですか、絶対欠かせない、あ、やっぱそうなんですね、あ、今日テレビでやってたんですけど、はい、あの血糖値上げないようにするのに、うん、野菜から先に食事の時は食べた方がいいみたいな、それ結構定番じゃない、じゃないらしいっす、え、じゃないの、じゃないらしいっす、なんか肉いっちゃん最初がいいらしくて、え、胃に残る時間が長いんだって、はぁ、なんか糖質を吸収するのを遅らせてくれるらしい、なるほど、これはびっくり、そう、だから野菜じゃなくてね、そう、肉いっちゃん最初に食うといいんだって、じゃあ整いましたでしょうかね、整いましたかね、はいすいません、長々と、じゃあ、駆けつけフローモアで、うん、ムーンダンス、ムーンダンスから行きますか、じゃあ、ナナ君とグサも、な、僕多分これ聞いてる感じになるじゃあ踊視聴者としてここで、あの、それからダンサーで、難しくは、うん、君に
せてく交差する気持ちにまた戸惑い迷う不安な時でもいいごまかし過ぎてくそばにいれたらそんな来てるからね、もう息切れながら来てるんですけど、しんどいです。1曲目からしんどいです。かっこいい。お、上條さん、こんばんは。上條さん、こんばんは。こんばんは。今日は、With From Ma でお送りしております。ケリーさん、お、メンマさん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 はメンマさんですね。メンマさんはメンマさんでした。さっき天の声だった人ですね。そうそう、さっきまで誰とは言いませんけど。メンマさん、いや、ちょっとあのリモート乾杯しましょうよ。ナノ君ある？いや、うっす、はい、リモートじゃないや、ソーシャル乾杯、ね、ソーシャル。じゃあ、マコさん、マコさん、はい、皆さんもお疲れ様です。お疲れ様です。乾杯、乾杯、お疲れ様です。やべえ、これ久々に言える。ビールください。息子ビールください。ここね、大丈夫だからね、一緒に暮らしてるから。そうですね、息子ビール。あれ、お名前なんだっけ？トシ君じゃなくて、カイ、カイです。カイ、カイ。もうさっきね、マコさんはね、今日トシ君が出てるって歌声を聞いてて、トシ君だと思って、あの映像でも、映像でトシ君だ、あのぐらいね、ギターが弾けるようになればいいんだけどね。あ、今なんか練習してるんですか？あの、ギターをね、やろうとしてるんで、あそこにすげえいい先生いますけどね。ちょっと最近サボり気味サボり気味ね、まあ、あの島に行って忙しい。島やりすぎて、
閉まってない、あの集まれ動物の森、世に言う集まりですよ。ゲームですね。あ、めぐちゃんだ。めぐちゃんって言っていいの？めまちゃん。めまちゃん。めまちゃんですね。一緒だね。さっきこれは動物の森のことか。そうそう、そういうやつです。はい、さっきね、島風さんいたのに、島風さん、まだ見てるかな。島風さん、向かってる。向かってる。一応お伝えはしたけど、期待してるの。島風あかりさん。ゆうじさんね、あの配信なんで、マイク通してくださいね。向こうに伝わらないんで。そうか、ブームじゃないんでごめんなさい。あ、ブームそこにあんじゃん。ブーム？ブームのスタンドが。あ、でもそうか、弾いてる時、あ、ちょっと待って。ちょっと待って、ブームに変えよう。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、ブームトークをしといて、グサン。あ、じゃあ、おう。グサンの最近のブームは？俺のブームは、ちょっと待って、あるんだよ。あ、そう。え、ちょっと、あ、ねえわ。ねえか、ねえか、ねえわ、あるかと思ったらねえわ。まあ、僕のブームはもうずっともう昔からソニックですけどね。おソニックブーム、ストリートファイター2じゃん。ソニックブーム、おーガイル、わかんない。確かに、ゲーム、ゲームスーパーファミコンですね。スーパーファミコン、そうですね。あれ、ゲームセンターじゃないの？あ、やっぱすごいこのアーケードじゃないって、ちょっとでしょ、対戦のでしょ、ちょっとお兄さんなんですよね。え、スーパーファミコンは今みんなやってるんで、今はやってる。今はちなみに注意点ありますけど、まこさん、ね、はい、僕らと喋るときはカメラを見て。あ、そうね、カメラの方の。そうかさ、ヨウくんもそうしてた。ヨウくんいつも最前列でね。そう、ヨウくん最近もあの辺めちゃめちゃ上手くなってきてるから。そうそう、ヨウくんね、すごい慣れてるね。慣れてきた。そうか、遠いけど目は合わないね。画面越しにこう合ってます。ました。僕今マコさん見てますよ。僕今マコさん見てます。僕も見てます。やべえ、方向だけは。前列は何も分かんない。全然分かりません。最前列だよね。よくいつも最前列に。そこの2人はポジション的には21歳22歳になったばかりの2人。マジか。そういう設定、ね、2人とも22歳になったばかり。ナナ君と同い年。そうですね、同い年。そうか、ド緊張しちゃう。そうなんだ。そうなんだ。好きなアーティストワンズとか言っちゃダメなんだ。ワンズとか言っちゃダメです、ダメです。ダメなんだ。じゃあさ、今マコさん歌ったんで、ユージンさんが、え、マジで何か、何しますか。え、本当に何か、何、しかも誰か友達から電話かかってきちゃった。リアル電話速攻切りました。ごめんなさい。一方的にずっと喋り続ける友達がいて。そうそう。そう、大親友なんだよ、ね、大親友ね。もうね、会話は向こうからの一方。ちょっと待って、何を。そうそう、ユージさん、何かやりましょうよ。もう好きな、何でもですよね。何でも、何でもいいんですか。え、何なんだろうね。あれですよ、しっかり自信がある整えた曲をやるもよし、冒険してみるもよし。そうですね。弾くからね、大変で。調べようとして今何にしようかって真剣に考えて。まあ、この店もともとそうじゃないですか。ああ、そうですね。やっぱちゃんと活動してる方も見えて、でもここはもう音楽で遊ぼうがコンセプトなんで、なかなか。でもレギュラーの日にお客様いっぱいいると、ゆうじんくん何歌うって考える時間ってっていうタイミングはいつもなかったね。じゃあ、21歳の年の、はい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 、ワンズにしますか。うわぁ。ちょっと待って、曲が分かっちゃう。調べます。いいですね。ワンズ、柴崎さんはこの店見えたことありますからね。ギターの、そうなんですか。ワンズのギターので、ヨウ君が自分のオリジナルやって、で、柴崎さんとティームレボリューションのバックでやられた方と、オリジナル曲を伴奏させて。そうそう、すげえな。で、帰ってから聞くっていうね。あの人たちがそうだったって僕帰ってから知るっていう。なるほど、そんなことありました、ね、そのぐらいの方が緊張しなくていいかもしれないですね。まあまあまあ、それはワンズと言ったらあれでしょ、世界が終わるもん。ああ、セカオワね。セカオワで。いいっすね。ちょっと待ってね、コード出しますか。はい。てか、ナナ君今日のそれベビーメタじゃね。そう、ベビーメタル。あ、ほんとだ、ベビーメタルの T シャツ着てる。好きなんですよ、ベビーメタル。皆さんもよかったら聴いてください、ね、かっこいいよね。演奏陣がほんと半端ないんですよね、ベビーメタル。ナナ君、もうスーパードラマーになってさ。そうだよ、ベビーメタルとコラボ、ね、やりたい。でもメタル届けない。え、メタルの方が
叩きやすいんじゃないの、バーって。いや、でも結構別テクがいるんですよね、やっぱり。ロックとは違うメタルの叩き方があるんですよ。あ、それもあるんだ、はい。あ、チェリーさん好きって。あ、そう、チェリーさんは本当好きだから。そう、だってなんだっけ、チェリーさんもガチですよ。だってチェリーさんの、曲をやるじゃないですか、いつもその辺の匂いを。あ、そうなんですか。あ、そうだ、そう、メギツネやりましたよね。メギツネやりましたね。そうそうそう、チェリーさんまだ今コロナで未公開の、はい、ね、ソロ曲があるんですけど、メタルですからね。うお、え、メタルなの。メギツネ歌いますってチェリーさん。あの、メギツネってベビーメタルのメギツネって曲があって。そうそう、だったかな、一昨年ぐらいの誕生祭かなんかにやったんじゃないかな、確か。いや、すげえ、高松が弾いたんすか。いやいや、あれを OK 繋いで。あ、なるほどなるほど、もうびっくりし、すげえと思いましたよ。弾けと言われれば全然弾きますけどね。この辺いないとね、ギターとドラムがいないとね、ピアノ一本でメタルってすごいっすよね。じゃあ行きますか。行きますか。じゃあ行きますか。はい、元気で大丈夫ですよね。元気で、ダメだったら高松さんパスします。なんとかなるでしょう。これはドラムカウント？じゃあ7分でカウント、うん、はい、曲弾きます。 OK、 じゃあとりあえず行ってみましょう。I'm not